ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 BV。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。ちょっと前のねインスタグラムでレイちゃんのインスタに上がってたんですが、見ての通りキンパさん兄弟ということでね、スカイハイ社長と翔太くんとねレイちゃんでね金髪3兄弟で並んでおります。まずこれね誰が撮ってるのかってちょっと気になったりするんだけどね、ランくんだったら面白いけどって思ったりするけど、でも多分これは3人いるってことは八面六臂のツアーのスカイハイ社長のツアーのリハーサルなのかなってちょっと思いましたね。翔太くんのインスタライブでリハ後ですっぴんだからマスク外すのは勘弁してみたいなことを言っていたインスタライブがあったんですが、そちらと服装がこれ違うので、翔太くんの服ね、ねおしゃれですね。でだからまあこれもあるんだろうなって思うんですが、後ろね明らかにリハーサルルームだしね、忙しいですよね。なんていうか、まずザ・ファーストファイナルがあってね、その後もいろいろとあるわけだけれども、本当に体調には気をつけてほしいなっていうふうに思うし、ね、りょんりょん先生から教わった喉ケアとかもね、やってもらって、免疫力のつくものを食べてもらってみたいなことをね、考えておりますよ。ね、本当に。私たちに比べたら体力も気力も、彼らは多いだろうけど、ただその代わりね、めちゃくちゃ忙しいし、それはまあ例えばね、プレッシャーやストレスもたまるだろうしね、その辺も含めて本当に体を大事にしてほしいなっていう風に思うんですけどもね。まあでももちろんしてると思うんですけど、これで遊んでね、入れるっていうところもいいしね。で、スカイハイ社長の方はね、こちらのレイちゃんのインスタを引用して、団子3兄弟を流しておりましてね、面白かったですね。団子3兄弟を、翔太くんやレイちゃん知ってるんですかね。ね、まあ、あれ何年前ぐらいだったかな、ね、わかりませんけれども、とにかく団子3兄弟をね、流しておりましたけれども、あれですよね、次男がね、間に挟まれ、次男なので、社長がね、スカイハイ社長が次男になるんだなって思ったりするけれどもね、まあでもね、なんだろう、3人並んでますけども、まあまずスカイハイ社長が若いので、全然違和感はないですね。はい。まあそうすると、長男が翔太くんで、まあ三男がレイちゃんで、社長が次男ってことですよね。まあ、翔太くん長男って言ってね、スカイハイ社長の方が年上なんだけど、特になんか違和感がないのが不思議ですよね。というわけでね、短い動画ですけども、スカイハイさんと翔太くんとレイちゃんが兄弟になりましたっていうね動画でございました。可愛かったです。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパスでした。果てしない空へ聞いて